はい、どうもしてです。今日クラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日こちら、まあ今これヨッチャンのアカウントなんですけど、はい、まあヨッシーの、アカウントの、はい、リプレイ解説やっていきたいと思います。使ったデッキは確かエリゴレ安定型デッキですね。はい。じゃあ早速やっていきたいと思います。最初の相手なんですけど、はい、まあこちらバッジ持ってて3桁もさ、はい。じゃあ早速やっていきたいと思います。まあ確か、まあ2000、もう今日は、はい、2000だけで、はい、紹介していこうかなと思います。はい、まずなんですけど、相手はこれ、ホグクエイクで、まあ、進化枠がまあナイトということで、まあ、こっちの方が、まあ、個人的には、まあ、すごい、戦いやすいですね。まあ、ただ、ボムタワーがあるので、もう普通にこれ、攻め間違えてしまうと、まあ、ただただ、もうこれ、イーゴレで溶かされて、アドバンテージ与えてしまうので、まあ、そこだけは注意ですね。テスラとかだったら、まあ、良かったんですけど、まあ、なかなかそういうわけにはいかないですね。これ確か、はい、相手動いてこなかったので、はい、ちょっと飛ばしていきたいと思います。確かこの辺りですね。はい。この辺りで相手がホグ飛ばしてきて、で、それで、まあ、キング起動してあげて、まあ、そうですね。まあ、自分もこれ、ホグクイック、使ってた時期あったんですけど、まあ、なんでここまで待ったのかが、ちょっと正直、まあ、よくわかんなかったですね。まあ、普通に、初手、ホグ飛ばして、それで相手のデッキが何なのかを見た方が、まあ、いいに決まってるので。はい、こっからまず、形組んでいくんですけど、確かこの1回目の形は確か通らなかったと思いますね。はい、これちょっと無駄にユニット追加しすぎたのがまあ問題でしたね。これ相手ボムタワーなのに、はい、もう変にナイトとこれヒーラー、まあ、近くにいて、それでもう普通に溶かされちゃいましたね。まあ、なのでこの攻めはまああんまりよろしくなかったですね。まあ、このようにちょっと攻め間違えてしまうと、もうただただアドバンテージ与えてしまうだけなので、はい。まあ、これはちょっとまあ自分が悪いですね。これ、矢の目打っちゃうと、次の2周目ロケホが、処理できないので、まあ、ここは我慢して、はい。矢の目を温存した感じですね。はい、でここで相手が、まあ、ロケット方式来たので、まあ、そこに対して矢波打ってあげるといった感じですね。はい、まあ、ちょっとさっきの攻めのせいでもう全然相手の、タワーにダメージ与えれなかったんですけど、まあ、次はちゃんと、はい、形組んでいければなといった感じでしたね。まあ、本当に、もう攻め間違えてしまうと普通にこれ守られてしまうので。まあ、今回は、まあ、進化ナイトのおかげで、まあ、ある程度相手がこれ、ボムタワー打ってこようが、ロケット放して、攻撃してこようが、まあ、全然、ダメージは、まあ、そこまでなかったので、まあ、あれなんですけど、まあ、そうですね、まあ、さっきの攻めはちょっと、まあ、無駄が多すぎましたね、はい。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ご了承通ったんですけど、まあ、そうですね、最初の攻めは本当に良くなかったですね。まあ、相手がボムタワーって分かってるのに、まあ、変にユニット追加して、で、それで、ダメージ全然与えれなかったので、まあ、そこだけは、はい、注意ですね。はい、次は、まあ、こちら、はい。まあ、こちらの方も20勝しますね、はい。まあ、20勝してるプレイヤーなんですけど、今回の相手は、まあ、マイティホグということで、まあ、少し変わった、まあ、ホグデッキですね。まあ、このデッキも、まあ、自分が、そうですね、自分がホグデッキ使ってた時は、このマイティホグで、確か、スケルトン型で、高回転で使ってた記憶がありますね。まあ、なので、これ、相手使ってるデッキと多分おそらく全く同じかなといった感じです。そうですね、確か進化ロケホがもうめちゃくちゃ強かった時代、まあ、自分も使ってた時期あったので、まあ、このデッキは、まあ、今はどうなのかわかんないんですけど、もうロケット方式が強かった時はもう本当にもうめちゃくちゃ暴れてたデッキですね。
やっぱりほとんどの人がやっぱこう使ってたので、結構あのホグ対決もう何回もしましたね。はい、まあ、それもあの前の動画見てもらったらもうすぐ見つかると思うんですけど、まあ、あの時はそうですね、ロケット砲士のもう攻撃力がもうめちゃくちゃ高かったので、もう進化ロケ砲に対してはもうそうですね、もう一発も通してはいけないっていうもう試合内容だったんですけど、もう今のロケット砲士は正直まあそこまであんまり、まあ神経質にならなくてもいいのかなといった感じですね。まあタワーの HP がもう少ししかないっていう状況だったら、まあそこはちょっとケアしないといけないんですけど、まあ、まだタワーの HP は、タワーの HP が全然あるんだったら、もう全然相手が出した後に対応してもらえたらいいのかなといった感じですね。はい、まずこっからなんですけど、ちょっとこれ次相手これ進化ロケ砲がいるので、こっちが形組んでトルネで引き寄せてそれで処理できれば一番いいんですけど、ライドラの一発とこれロケ、トルネのダメージ加えてもロケット砲士死なないんですよね。これまあ見てもらったらあれなんですけど、トルネのダメージと、まあ、ライドラの感電一発じゃこれロケット砲士ミリで残ってしまうので、ちょっととこれがまあ一番個人的にはまあ厄介なポイントですね。はい、まあここはまだタワーの HP があったので、まあ、無視したんですけど、もうそうですね、延長タイムになっちゃうと無視もできないし、であとこれライドラも位置が全然ダメでしたね。ちょっと無駄にスケルトンにターゲット行ってしまって、まあ、ちょっとプレイが、まあ、ガバガバでしたね、これは。はい、まあ、これロケット砲士食らってもいいので、もうボーラーの貫通で処理といった感じですね。はい、まあ、これ延長タイムになったんですけど、まあ、状況が状況なので、もう無視できない状況だったので、はい、もうこっからはもう、そうですね、もうダメージも通せないし、はい、もうエリゴレデッキのちょっと良さが、まあ、なくなっちゃいますね。はい、まあ、これ形組むんですけど、もうこれ相手も間違いなくもう進化ロケ砲の前にホグつけてくるに決まってるので、まあ、そこだけは警戒といった感じですね。まあ、最後これ、はい、エリゴレが入ってくれたので、まあ、勝つことができたんですけど、まあそうですね、まあ、本当にこう進化ロケ砲の方が、まあ、絶対に、まあ、苦戦しますね。まあ、まだ進化ナイトだったらもうロケット砲士に対してはもうただただ矢の雨打っておけば、まあ、全然いいんですけど、もう本当に進化ロケ砲に対してはもう、まあ、最悪攻めトルネードと矢の雨、まあ、6コストを使わざるを得ない場面があるので、まあ、そこはもう正直仕方ないですね。もう相性の話してもしょうがないので、はい、まあ、この安定デッキで使ってるからにはもうやっぱりそういった処理の仕方もありますし、でもさっき言った通りもうロケット砲士、まあ、進化ロケット砲士はもう呪文では処理さできないので、もうしっかり相手の自分の陣地に引き寄せてから処理っていうのを、まあ、ちゃんと割り切ってやってもらえたらいいのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上ですね。はい、またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。